いや、時間あるの。はい。何か思い込んでるだけ。時間をまず増やしてくださいと。でも1日を30時間にしてほしいのよ。はい、サコさん。はい。このチャンネル見てる人って、うん、結構20代後半とか30代中盤の方が多いんですけど、皆さん時間がないと思うんですよね。はいはいはい。そんな方でも成果を出すために必要な日頃からやるべきこととか習慣みたいな。なるほど。そこら辺をちょっと教えてほしいです。オッケー。そもそも時間はあります。時間はあるの。なぜかというと、みんな会社とかで、いや、時間はあるの。はい。何か思い込んでるだけ。時間はあるんです。だって僕より忙しい会社を見たことがないから。あります。ということで今回の動画は以上になります。あ、終わった終わった。よくないよくない。例えばさ、まずなんだけど、時間をまず増やしてくださいと。でも1日を30時間にしてほしいのよ。30時間。うん。1日を30時間にしてくださいだけ。どういうことですか。したらさ、時間増えるじゃん。まあまあそれはそうなんですけど。どういうことかっていうと、はい、今日やったことを書き出してほしいの。お。全部。そしたら、はい、合計が30時間になるような生活を送ってくださいって話なの。例えばさ、今さ、はい、埼玉から東京まで僕は2時間運転をしてるんだけど、2時間運転っていうことをやりました。その上で2時間撮影っていうのもやりました。つまり僕はこの2時間で4時間分働いてるのよ。わかる？はいはいはい。そうしたら1日がだいたいトータルでやったことが30時間ぐらいになればいいよ。はい。例えば今日の僕の生活ね、まず8時間睡眠をとってないな。0時から3時ビジネス系の人と合宿に行ってたので、合宿にいました。が3時間、はい、そこから3時9時寝てました。6時はい、で、9時12時撮影してました。3時間で、9時12時移動してました。運転3時間、うん、これでさ、ほら15時間動いてる、うん、昼の12時まで。で、こっから戻ったらご飯を食べながら打ち合わせをしますと。1時間打ち合わせ、1時間ご飯、はい、だから2時間合計17時間になります。こっから別のオーディション系の番組で撮影をします。で、撮影するときにそのメインのオーディションの様子も撮影してるし、密着みたいな感じでカメラを回すから、合計でそっから6時間なんだけど、6時間撮影1と撮影2が走るから12時間で、夕方終わって1件打ち合わせをする。で、1時間だから合計今もうこれで24時間だよね。はいはいはい。21時から人と会う予定が入ってるから、人と会いながらご飯を食べると。そうすると3時間ご飯を食べる、ご飯を食べると飲み会、3時間人と喋る、だから合計6時間になる、うん、ほら僕の1日って35時間ぐらいないって話。大体30時間から35時間ぐらいある。なるほど。つまり時間っていうのは並行させることによって、一石二鳥一石三鳥を使うことによって無限に増殖させることができると、うんうん、いうわけなんですよね。資産性のある行動を日常の中に並行させろってことですか？そう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 。いや、資産性のあるというよりは1個の行動で2個できるようにした方がいいよねって話。例えば運転中に撮影するってできるでしょって話。うん。運転中に撮影までは難しいかもしれないけど、勉強するってできるよねとか、音声とか。そうだ、通勤中に勉強するってできないって話。できるよねっていう。うんうんうん。で、それをやろうねって言ったっけ、はい、トイレの時に1ツイートするとか。そう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 。僕、おしっこしながら、最初の一滴が、チンチンの先っちょから出てから、最後の一滴が、トイレに着地するまでで一滴しないわ。1ツイート作るから。そういうこと。それやろうねっていう話。うん。結構ね、その積み重ねなんだよね。みんなね、頑張って効率化しようとしたりするんだけど、それって言うても15分1時間。大事なんだよ。それでも1時間くらい変わるから、仕事効率化。例えば、同じような文章コピペしてませんかとか。はい。毎回毎回ね、要はそんなの、キーボードをカスタマイズしてねって、ワードボードってやっぱりあるよっていう話とかしたんだけど、昔の動画で、はい、それって効率化してねとか、僕がさやってる30日間の仕事効率変革プログラム、あの辺やって月にね20時間とか変わるの、うん、実際。そうですね。ワンタップワンクリックにこだわってますかっていうところをちゃんとやる。それ前提として、さらにそれ並行させるとめっちゃいいよねって。実際僕が大学時代どうやってたかっていうと、はい、大学生の時僕めちゃめちゃ仕事もしてたのよ。仕事も学校も行ってたから、はい、まあ、普通に90分授業5コマだから1時間半かける5だから7時間半授業、はい、で課題類が3時間ぐらいかかる、うん。さらに言うと、僕の一日の作業量、ブログ記事1記事書いて、メルマガ1通書いて、講義動画3本撮影して、自分で編集して、確認して、アップして、YouTube のコメント返し、LINE のコメント返し、Twitter の更新5件、で、オンラインコミュニティへの投稿、で、彼女とのデート、これ全部やってたの。めちゃめちゃやってますね。で、さらに、サークル活動もしてたの。はいはいはい、プログラミングの。どうやってたかっていうとね、はい、まず彼女がサークルメンバーだった。彼女と会社やってたの、うん。さらにプログラミング系のサークル入ってたから、僕プログラミングスクールの経営をやってたわけよ。はい、そっから学んだこととかアウトプットしてた。はい、じゃあどうなるかっていうと、サークルルームに行ってパソコンをカタカタする。これがデートにもなり、サークル活動にもなり、会社の仕事にもなる。なるほど。だからね、僕の1日のスケジュールってどんな感じだったかっていうと、はい、まず朝6時に起きます。12時6時睡眠ね。で、6時に起きて、バッとシャワー浴びて、講義動画3本ぐらい撮るのよ。で、
で講義動画をそのまま編集したの。カットだけだからパパパパパって講義動画ガッと撮って、うんうん、で3本編集して8時ぐらい大学行くとするの。パソコンをカゴに入れて書き出し中に仕込むの、うん、書き出し中に仕込むとねパソコンが冷却されてちょっと早いの。あ、なるほど。昔のパソコンポンコツのやつ使ってたからすぐ熱くなってガーって音が鳴るのね、はい、ウィーンってなるじゃん書き出し中って、ね、あれが嫌だったからみんな冷却してんだけど、いや普通に自転車の前カゴに入れて冷却したら早くねってなって、はい、要は書き出ししながら自転車こいで冷却する。30分ぐらいついて書き出し後の動画確認したいじゃん。大学で朝ごはん食べながら書き出し後の動画を確認する。それで授業開始ね。もうこの時点でさ1時間分ぐらいは他の人より多く生きてるわけじゃん、うんうんうん、書き出しとご飯食べながら確認で、でその後9時から授業開始だけど、授業中基本的にはブログ書いたりメルマガ書いたりしたから授業聞いてた。でどうしてたかっていうと動画を回しとくよ授業、はいはいはい、授業の動画全部回しといて3倍速で聞く。でもう一応さ聞けてるからさ講義の重要な動画も耳に入ってきてるのよ、うん、ざっくり内容把握しながら講義取って90分の講義だったら最後の30分ぐらいでガーッと3倍速で聞くの講義を。1時間はほぼもうその空間にいるだけみたいなで仕事をする。そしたら当たり前だけど 7.5 時間の講義中が2倍になるよねって話、はい、それで1時間目メルマガ1通執筆、2時間目メルマガ2通目執筆で、3時間目ブログ記事執筆、4時間目カリキュラム構築で、5時間目ツイート作成みたいな感じでやると。で、はい、放課後どうするかっていうと彼女と合流して晩ご飯を食べる。食堂で晩ご飯食べて、でそのサークルルームに行ってサークルの活動をやりながら考えたカリキュラムのプログラム実装して、うんうん、はい、うまく動いたっつって、うまく動かなかったりしたらサークルメンバーと共有して、これ書いたのにうまくいかないんだよねみたいな話をして、サークル活動兼男子のデート兼プログラミングスクールのカリキュラム作成みたいなことをやってた、はい、そしたら1日がね40時間ぐらいになるんだよ。だから時間は無限に複製できるっていう、このマインド持ってほしい。確かによく言われるのはさ、時間はまず短縮できるっていう、はい、60分かかってるのを30分に仕事できるよね。これ仕事効率、あ、僕が出してる30分仕事効率変革プログラムとかでできること、はい、時間は分割できるっていう考え方。ちょっとツイートを5個作るの大変で、1日分作るのをガッと30分でやるのは時間ないけど、5分とかにしたらトイレの時間とかできるよねって話、うん、この動画のこの5分だけ見ようとかもできるわけじゃん、うん、時間を分割するという考え方で、次時間を複製するって考え方。時間がない会社員とかサラリーマンの人はこの3つだね。時間を短縮する、時間を分割する、時間を複製するっていう、この3つの考え方で、複製って考え方ないと思うから詳しく説明したんだけど、この3つができるようになるとだいぶ仕事効率上がりますよって話。3つも方法があったんですね。そう、それすごいな。なんかでも今の話でちょっと難しいと思ったのは、うん、仕事中、今回のさこさんで言うと授業中にブログ書くのはちょっと難しいと思うんですよ、うん、じゃあ今度は複製とは別で帰ってからの時間とかっていうのをどう有効活用するみたいな。てかそもそもさ複製もできて、通勤中何してますかって話。通勤中ダラダラしてる人結構多いよ、はいはいはい、ただ漫画見ちゃうとか。そうご飯中何してますかって話なの。ちゃんと使おうねっていうだけ、まず。確かにそれだけで1時間半は増えるから、はい、勤務中もさ、まあ、良くないんだけど、例えばさ手書きメモにさブログのアジェンダ作るとかツイートの元ネタ作るぐらいはできるじゃん。会議中の暇な時間とかね、会議中で他の人が発表してて、はい、なんか聞いてなきゃいけないんだけど別にみたいな時あるじゃん。本当に手書きのメモ持っといて今日ツイート作ろうって100円ショップに書いちゃえばいいんだよ、うんうん、それで時間の複製って全然できるから会社員だろうが。そういうのをやってたよね、高校生の時からやってた。数学の授業中に数学の宿題を終わらすみたいな、いわゆる内職的な。そうそれね必須だね。で帰ってからの時間、はい、帰ってからの時間、まあ残業ある人はあってもいいと思う。7時から12時まであるわけでしょ。この時間ね5時間あるんだけど、5時間中ちゃんと行動できてるのって多分1時間もないと思うんだよ、うん、だからバタバタしててみたいな、うんうん、僕とかお風呂入りながら音声聞いたりしてるから。ああ、そうですね。いつもそうしてますね。そうだからそれぐらいの密度で行きたいねって話。今でもやってますもんね。今でもやってる、もちろん。ただお風呂入んないよね。だから5時間あったら、その5時間をお風呂入りながらとかご飯食べながらっていうところも複製までやったら合計7時間ぐらい拡張できるんだよ。はい。で2時間インプット、5時間アウトプット。っていうふうにしたら、次、例えば動画編集のスクールとかだったらさ、1週間ぐらいでカリキュラム終わるし、1ヶ月目には案件取れちゃうんだよね。会社員だとしても。はい、確かに。歯磨き中にとか、掃除中にとか。そう。通勤通学とかご飯中とかいくらでもありますもん、ね、そうなんだよね。時間ないは甘いよって、時間あるからって。確かに成果出す人って結局時間作ってかますよね。そうなんだよね。時間はあるもんじゃなくて作るもん。ないってなったら無限にないし、はい、だらだらした時は時間ないと思ったもん。今回やってる日とか忙しいもん。はいはいはい、はい、意外と時間はあるっていう。なるほど、気づいてる。時間を見つける努力をした方がいいよ。時間なんか常にないんだから、というマインドセットでいきましょう。だってさ、主婦の人ですらさ、ゼロから月1000万とかまで1年で行ったりするんだよ。とかは本当に朝3時までとか働いてたりしたからね。おー、主婦できるよ。いけます。なんか実際に今さこさんがやってる具体的
な複製とは今度は別で、うん、その効率化的なところでやってることあったりしますか、とか。あ、でもそれはもう普通にさ、例えば僕だとかだったらスマホの雰囲気から違うの分かる、ほら。あ、そうですね、これね、ここにアプリケーション入れれたりしてるの分かる。はい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 、はい、こういうのをちゃんとカスタマイズしていくのすごい大事だよね。それは30日間仕事効率変革プログラムでやってるよっていう話。でも言うてもいきなり講座買ったりとか怖いと思うし、僕がどういう風な考え方なのかとかもっと深くしてもらいたいから、まだ LINE 登録してない人はちゃんと登録して、あそこさんってこういう感じなんだなって、めっちゃゴリゴリのセールスとかしないから一切、うんうん、LINE 売らないっていう、何も売りませんってことを言ってるマガジンだから、ぜひそれ見て勉強してもらえたらいいんじゃないかなと思っております。確かに普通に生活しながら勉強して、それをどうアウトプットしてるのかが全部見えますからね。そうだよね。じゃあぜひ、それで証拠頑張れ。またねってことで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。はい、最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出すタコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えて、みんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あ、なんかすごい人生変わったな、なんか人間関係とかも良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかる、なのでいつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。